にゃんこ大戦争のレアガチャがしたい。猫感もうないだろ。こうなったら、課金はよせ。普通のにゃんこガチャでなんとかするよ。なんとかって具体的には、このガチャで出てくる強化アイテム通称青玉。実は5個集めるとレアガチャチケットがもらえるんだ。早速使うよ。道のりは長そうだな。でもまあこれしか手段はないわけでたくさんあるからどんどん引いて交換しまくろう。結構面倒だな。他に適切な手段がないんだからしょうがないよ。さあ集めてこんな普通のガチャじゃなくリッチなレアガチャを引きまくろう。でもレアガチャが引けると言っても1回ずつだろ。超激レアなんてそう簡単に出てくれるのかねえ。な、何事もレッツトライアンドエラーだよ。失敗前提かよ。でもさやらないと事態は動かないわけでして。確かにそうだわな。じゃあ玉砕覚悟で思いっきりぶつかっていくか。そんな覚悟はちょっと嫌だな。自分から言い出しておいて何言ってるんだ。私としては願わくばみが欲しいわけですよ。そのためにこんな無茶をしようって言うんだから変わってるよな。どうせ貯めておいてもしょうがないにゃんこガチャチケット。レアガチャチケットに変換して有効活用しようじゃないの。それって世間じゃ骨折り損って言うんだぜ。やってみなくちゃわからないじゃないのさ。マリサのケチンボ。どこがケチだ。とにかくやりたいことがあるならそのための努力をしなくちゃいけないね。さあ、どんどん回して青玉ゲットしていこう。10連続とはいえ大変な労力だな。欲求を抑えるより発散して自分の望むべく道へ進むんだよ。また身のない言葉で自分を擁護してきたな。なんとでもおっしゃい。結果を出せば納得するよ。そんなこんなでチケット20枚獲得。無駄にならなければいいがな。超激レアもだけどレアの方も欲しい。激レアは、一種類しかないし後回しということで、望むものがどれだけ出るか楽しみだな。枚数からして超激レア2体は最低欲しいところだね。11連と比較しているな。では最初の一発目ゴー。普通のレアだね。いらないものまで混ざってるのかよ。ま、我慢しましょ。幸いパワーアップできますし。さて次は。これは、やった超激レアのホムラだよー。ずいぶん早くに出たな。幸先いいだけに後半が心配。でもやってやったよ。もうこれだけで勝ち決定じゃねえか。チケットがある以上どんどん引いていくよ。まとめて引けないのが弱点だな。それが悩みの種なんだけどね。さあ次はなんだ。猫ファイターさんですか。まああげられるうちは喜びますよ。落差半端ねえ。どんどん強くなってね。スマイルスマイル。まだ3回しか引いてないんだね。チケットは効率悪いよな。無課金だとこんなところでつまずくよね。この子もまだ使えるからなんとかなるかな。しかし余計なものまでたくさん入っているな。どのゲームも一緒だよ。だから頑張らないと。しかし頑張れど時間はかかりますね。激レアだけど別のが欲しい。わがままなやつめ。強いかどうかわからないんだよ。だったらゲームしろよ。今は他のことで精一杯でして。ゲームばっかりやっててもな。さあまだ半分以上残っているから頑張らないと。レアのさやかだね。嬉しくないのか。レアシリーズはこれからだからなんとも言えませんね。できればレアだけでいいので全紙コンプしたいです。まあそれくらいのご褒美があってもいいよな。さあどんどん引いていきましょう。猫アーチャーですね。まだ強くできたよな。そのはずですが、できればコラボキャラをください。まだ半分もいってないんだからそう落ち込むな。20回引くのって時間かかるんだね。雲行きが悪くなってきました。おまけにこれ以上強化できないみたいです。経験値に変えちゃいましょう。そうそう、時にはドライに考えようぜ。猫あんこ、普通強固って読むはずだぜ。レアが揃い始めましたね。まだまだ種類はあるから気長にな。集めるのって大変。さあ引いていきますか。やっと折り返しだぜ。何が出るかな。うおー、さやかだー。
中回で超激レア2体かなかなかだな。ガチャ引きまくってチケット集めた回があったよ。これで半分済んだな。欲しいキャラは何があるんだ。まどかさんです。まあ主人公だしな。激レアだけど変な猫だね。新しいキャラが出てきてよかったじゃないか。猫トースターですか。キャラクターを考える人もいろいろ考えてるんだね。何を当たり前のことを。さあ次は何が出ますかね。これ5キャラだといいな。激レアですけどね。文句言ってもなぁ、運のいい方だと思うぜ。しかしですねぇ、レアでいいからコラボキャラを私は欲しい。わがままだな。そのくらいいいんじゃないの。さあ超激レア最低でもあと1体出てきてちょうだい。欲張り3目。レアですか。また微妙なものを。私のせいじゃないもんね。レベル1のままか。超激レアを優先で育ててるもので。レアもちゃんと育てようぜ。ダマトトに頑張ってもらいますか。激レアの旧米だぜ。私このキャラ嫌いなんだよね。好き嫌いのはっきりしているやつめ。だってこいつ、これ以上言うなぁ。まだ見ていない人だっているんだから。ネタバレ禁止。そういうことだ。外に出たいのに雨が降ってきたよ。文句を言うな。困ったことになってきたね。まだいいじゃねえか。ほらパワーアップパワーアップ。我慢しますか。我慢というより要求が高すぎるんだよ。だってねえ。ほら何が出るかな。かぶりましたよ。そりゃガチャだからな。強くなったと思えばいいんだよ。割り切るしかないのかな。時には大切なことだぜ。あと少しで終わりですね。いいの当てようぜ。この子ですか。そう嫌がるな。ほらどんどん強くなってきてるぜ。いまいちわかりづらいんですよ。数字でどのくらいの攻撃力なのか教えてくれませんし。またあなたですか。だからやめようなその態度。ファンだっているはずだ、きっと。見た目と論理ででしょ。この手のキャラはそんなものだ。さあまだまだ引いていきますよマリサさん。そうだな引いていけ引いていけ。素直に嬉しい。よかったな。嫌なことの後だからなおさら。ストップ。これ以上は語るな。とりあえずおとなしくしておきます。そうしてくれ。ラスト一回。超激レア欲しいな。贅沢な休め。超激レアだぜよかったな。実はもう持っています。へ。どうせならネコルガが欲しかった。でもこいつも強いんだろ。強いですよそりゃもう。今回のガチャはここまでです。チケット使い切ったもんな。ご視聴いただきありがとうございました。え、なに？おい。まだやるの嘘でしょ。すぐではないだろうけどな。